空いたスペースにキャリアがボールを運ぶだけやで、なんか難しいこと言われてないで、でそれをやって次もらう人間の距離だったり、深さだったりっていうのを考えなあかんねん。そうやろ、はい、空いたスペースにまずはボールを運びましょうっていう練習やで。空いたスペースにボールを運ぶんじゃない、人が走って、でその後アタックどうするかっていうところを考えてできるんやつよ。はい、そういうサインをしてしまうと、持っていきたいのに持っていけへん場面とか生まれてくると思うんで、そこをボールを運ぶだけじゃなくて、そこをどうやって運ぶか、さっきつながるさっきの3対2の練習だったりとか、スペースに仕掛けてから、その動いたスペースを仕掛けようってところだと思うんで、1個立てつきながら裏表使うだったりとか、やっぱりパス数増えるとやっぱりアウト開かへんとこも開くとこも開かへんと思うんで、そうパスの距離とか数とプラスアルファ、そこまでの、つながるプロセスをしっかり考えてできる。OK! じゃなくて、ディフェンスとしてはやりやすい場面が多かったんで、もっと自分が何をしたくて、どこに仕掛けるとか、スモールトークとか意識してやっていきましょう。OK! Yeah. Yeah.向いた状態で帰ってるから、敵がどこにおるかわからなくて、セットして右側おらんってなっとんのに、左側に全部固まってるとかあるから、とりあえずディフェンスの立ち位置セットだけちゃんとして、止めるとかはどうでもいいから、セットをちゃんとしよう。OK!参加してどうでしたか？やっぱり一番思ったことは、楽しくいい雰囲気でできてたことです、うん、やっぱその全員が一人一人がそのやっぱ練習に取り組む意識が強く見せて、まあ、いい雰囲気でとてもいい時間になりました。高校ではその一人一人が言われたことに対して反応が悪いことがあって、やっぱここではその一人一人がいい返事ができて、やっぱ取り組む姿勢の理解が早いっていうか、それを思いました。なんか今日の練習参加してどうでしたか？やっぱ大学生レベル高くて体も大きくて、やっぱ高校にはないものをすごい学べたんで、まあ、高校の練習帰ってもしっかりこの意識の高さっていうのを真似していきたいと思いました。今日一番学びになったことは何ですか？やっぱりその全員の声かけと、やっぱりその A チームと B チームの差っていうのが全然なくて、やっぱ B チームがしっかり上のチームについていこうっていう意識がすごい良かったなって思います。であとあとチェンジした。ありがとうございます。あっこからでもショーを押し出して、まだまだよし、よし、高め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 、ボールをもらわなかったからってやめずに、
1.5 人の仕事でサポートに入るってところ。OK。OK。はい。地道に地道にそこをもうやり続けてください。はい。はい、お願いします。はい、そうフラットフラット。フラット。雄大君、意気込みは久しぶりなんで頑張ります。すいません、場所を行ってください。はい、頑張ります。その中でもうできることは限られてて、 できるだけやっぱチームの練習に当てたい。だからやっぱり一人一人のフィジカルとかそのコンディションの練習っていうのはできるだけ減らしたいので、自分でしっかりトレーニングすること、休むとか休んでいいけど自分足りないところはしっかり補って、春シーズン反省をねしっかり克服して、8月2日みんなで集合できるように、そこはもうみんな一人一人に責任にもう任せるのでやってきてください。じゃあ行くよ。雄大からあったように今から長く入るけど奥枠の練習で、塗り練習をしてるようやったらもうその時点で練習切り上げます。もうそんぐらいの覚悟を持って奥枠から、100で、俺らが目指すところぶらさんようにしっかり全員が同じ方向を向いて一日一日大事な練習できるようにやっていきましょう。じゃあこの後掃除しといて練習をしたいと思います。これもスイッチストップ。やっぱ高校と高校生と違ってアタックもディフェンスもスピード感があってすごい勢いがあったんで、そこがすごいと思いました。なるほど。よいしょ、よいしょ、めっちゃいい。まっすぐまっすぐ超えれる超えれる超えれる。お前まっすぐ行け、頑張って。はい、ウェッジ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 、勝ったぞ俺。ラストにいいね。来い。バレバレ、じゃあバレ見えてるね。えぐい。あ、走ってるぞ。うち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 。オッケー。はい。はい。おお。もう時間ないっていうところ。全員意識しがち。はい、俺もお前になりたいし、お前らもなりたいと思って、俺はお前のこと引っ張っていこうとしてるけど、本当にしっかりついて、来てくれるように協力しがち。はい、はい、おかげしっかり雰囲気高めて練習していきましょう。はい、はい、取ります。さあ、お疲れ様です。どうですか、振り返って。いや、まあそうですね、まあ、正直もうちょっとできたかなっていうふうに思ってて、それこそやっぱり春シーズン終わる頃になってくるとやっぱチームも、あ、もうマジで時間ないんやっていうふうに感じるんですけど、やっぱ初めの方へとまだあるっていうふうに思って、まあ緩い雰囲気で練習しとったりっていう部分があったんで、まあでも最後の方は少しはちょっと追い上げれたかなっていうふうに思うんで、やっぱこう今からまあテスト週間入ってオフ入るんで、オフ明けて、夏迎える上でもっといい、感じにチーム仕上げれたらいいかな。やっぱり僕も、チームキャプテンやりたてはやっぱり練習から出すとかも一切やめて、
まあ、仲良し恋してないですけど、そういうつもりでやるつもりじゃないんで、でもやっぱり、やる人間に対してそいつが周りに影響を与えて、そいつの背中見て、できてない子も影響されてついていくっていう風なチームにしたかったんですけど、やっぱこうまあ、やる練習やるにつれて問題とか起きてくるにつれて、やっぱそのやり方自体が甘かったんかなっていう風に思ったんで、やっぱそうもうチーム全体として、やらないといけないっていう雰囲気に変えようかなと思ったんで、そのまあその出すって言っても、もうやってないからとりあえずゼロっていう形ではないんで、そのまあ練習に向き合う姿勢が足らなかったりとかっていう選手に対しては今以上に厳しくいこうかなっていう、うん、やっぱこのチーム1年目入って、やっぱ1年生の頃はまあまあ東海リーグ、下から数えた方が早いっていう順位で、この大学入って、で1年目は僕もまあ趣味程度でラグビーできたらいいなっていうふうに思ってて、でもやっぱ学年上がるにつれて本気でやるっていうような先輩たちを見てきて、でその人たちに影響されて、あ僕もこのチーム変えたいなっていうふうに思って、でそこからがむしゃらにやって、まあ、結果としてキャプテン務めさせてもらってるんで、やっぱ、まあ、今までやってくれた先輩への恩返しと、まあ、僕このチーム大好きなんで、少しでもやっぱ僕の代でいい結果残したいなっていうふうに、で下の子たちも僕ら4年生の姿見て、あの優秀者になりたいなっていうふうに、どんどんこの先もチーム強くなっていってくれたらいいなっていうふうに思います。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。